はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でもコンサル経験ありで、その後 NGO 行って、で今新しい事業をされようとしている石井さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ご紹介していただいてもよろしいですか。はい、はい、石井飛鳥と申します。フランス生まれで大学から日本に来て、大学卒業後はコンサル会社に1年ほど勤めてから、もともと国連職員とかをやりたかったので、そこで NGO とかの経験を積みたいということで NGO に転職して1年ほど勤めました。でその後、まあ、NGO を終えてからはもう一度大学院に戻って、そこで2年間大学院で国際関係論とかを勉強して、今は新しい事業について起業しようと思って、まあ、そこの準備段階にいるというところです。めちゃくちゃきらびやかじゃないですか。え、フランス出身なんですか。はい、ご家族がフランスにいらっしゃったみたいな。はい、あ、そうです、そうです。あ、そうなんですね。はい、どちらかがフランス人とかそういうわけですか。いえ、もうどちらも、うん、あ、ごめんなさい、日本人です。はい、そうなんだ。はい、ちょっといろいろ深掘りしていきたいなと思ってるんですけど、はい、国際協力とか、まあ、国連職員になりたいとおっしゃってたじゃないですか。はい、でそれなんでなろうと思ってたか、はい、ちょっとお聞きしてもいいですか。はい、いくつか理由があるんですけど、フランスで生まれて、まあ、フランスの教育を受けて、うん、フランス語、まあ、日本語は話せて、あと、まあ、英語も話せるということで、まあ、そういった言語をこう使いたい職場がいいというのが一つあって、うん、でもう一つの理由はちょっと私が育った家庭がとあまり裕福な家庭ではなかったので、うん、そういう意味で自分も、まあ、裕福になりたいっていうのと、かつ社会に貢献したいという形で、こう自分がしてきた思いをこうさせたくないなという形で、うん、そういう国連職員とか国際的に何か活躍できるような仕事がしたいということで国連職員を目指しました。あ、そうなんですね。実際フランスで例えば、はい、そういったところの支援とか保証みたいなのって何かあったりするんですか。はい、そうですね、ちっちゃい頃に、まあ、いくつかバウチャーとかそういうのを政府から受けたりして。へー、バウチャーもらえるんですね。はい、それはなんか月とか年単位でみたいな。年単位です。常にではないんですけど、たまにこう送られてきたりして、こういうのがあるんだとかっていう感じで、こういろいろと支援をいただいたっていう感じで、自分もこういうシステムとかガバナンスとか政策に関わりたいなということで、そういうのに目指したっていう感じですね。はい、なるほど。フランスにいらっしゃったのいつからいつまでですか。はい、生まれから18歳までです。18歳、はい、ってことはフランス語も喋れるし英語も喋れるってこと。はい、あ、そうですね。はい、やば。実際ちょっともう少し深掘りしたくて、はい、18年間フランスにいる日本人の人たちって、はい、周りで、まあ、近所から見る目は、はい、最初からあもうフランス人みたいな感じで見てもらえるんですか。そうですね、日本にいるとこう外国人の顔をしてるだけで外人っていうことになったりしちゃう時もあるんですけど、フランスは基本的になんか日本人でも黒人でもなんか人種に限らず基本的にはフランス語を話してフランス人という、うんうん、形で接してもらえるっていう感じですね。あ、そうなんですね。はい、石井さんは日本にも結構来られてたんですか。いや、あまり来てなくて、本当に夏休みの間にたまに僕らがなんか来るみたいな感じですね。ちょっと待って、親さん何してるんですか。はい、すごくないですか。フランスにもずっといらっしゃってる方ですか。はい、あ、もうフランスにずっと私が生まれる10年前からいるっていう感じですね。なんで、はい、ちょっと待って、何系のお仕事されてるんですか。父親が、寿司を握ってて、すげー、はい、料理人で。マジか。はい、で母はもともと絵描きの留学みたいな形であちらに行って、はい、そのままなんか住み着いたみたいな感じで、はい、2人ともあちらで出会って私が生まれたという感じです。すごい。その後大学は日本に戻るじゃないですか。はい、大学はフランスじゃなかったんですね。はい、そこは何かあったんですか。まあ、日本の大学がまず楽だって聞いたので入学すれば大丈夫みたいな感じで、あ、じゃあ行きますみたいな感じで。そうかそうか、フランスは結構厳しいんですよね、進級するのが。あとは、まあ、自分自身もちょっと日本に興味があったっていうか、もうずっとフランスに住んできて、まあ、夏休みの間帰ったりするんですけど、あんま友達がいないんですよね、こっちに。なのでちょっと日本にも友達欲しいなって感じで。確かにね。はい、ちなみにフランス18年間いて日本人の友達っていらっしゃいました。あ、いました。私がいたその高校が、日本語学科みたいなのがあって、第一外国語で、まあ、日本語を取れたり、あとなんか OEB っていうインターナショナルバカロレを受けられる方法があって、なので私の周りに高校の時は、まあ、ハーフとかも入れたら、そんないたんだ。15人とか私の 年代、はいはい、年代で、はい、ね、と質問変えちゃうんですけど、はい、18年フランス住んでるじゃないですか。はい、危ない危険なことってあるんですか。危険なところですか。危険なところも瞬間とかですか。瞬間とか。あ、いや、ないですね。今までじゃあ1回もなかったですか。
そうですね、なんか襲われ、なんかそういうのはあんまりないですね。でもフランスの中でもここだけは行かない方がいいよみたいなところはあるんですか？はい、フランスというか、まあ、パリの中でいうと北駅っていうところがあるんですけど、はいはい、そこの北駅とかちょっと治安は悪いのであまり行きたくはない。まあ、でもそこに行く用もあんまないので、はいはい、基本的には行かないんですけど。そこはじゃあ郊外みたいな形なんですか？いや、パリの中心地の右上ぐらいにあるんですけど、でもあまり治安が良くないって感じですね。はいはいはい。まあ、でも私がいた生活圏も15区と16区という、まあ、西南の方なんですけど、そっちは結構治安が良くてあまり怖い思いをすることはなかった。はい、そうなんですね。フランスとかだってすごい日本のこと好きなイメージは僕の中にあるんですよ。はい、あの本当にジャパンフェスティバルとかもめちゃくちゃやってるイメージがあって、はい、実際どうなんですか？いや、めちゃくちゃありますね。毎年日本のフェスティバルやってますよね。はい、やってます。すごい大きい会場、はい、めちゃくちゃでかいのが、私も行ったことあるんですけど、はい、もうみんなコスプレとかして、そうですよね、すごい楽しくて楽しいです。はい、そうなんだ。ちょっと視点変えたいなと思っていて、はい、まあ、日本に興味があって日本の大学来るわけじゃないですか。はい、実際来てみてどうでした？でも楽しかったっていうか、なんかでもあれですね、いろいろあって、はい、最初の1年はなんか馴染むのにちょっと時間かかったっていう感じなんか、はい、なんかそれなんでですか？冗談とかがちょっと皮肉っぽいもの言うとあまり伝わらないとか、なんかそういうのがあって、あとはなんか他の人はみんなこうなんか芸能人とかなんかテレビでやってることを話するんですけど、やっぱり私日本に住んでなかったんでそこら辺がわからないって感じで、有名人とかもあんまり、あまりわかんないから、うん、そうなんだみたいな感じそうか、そこから盛り上がれないどういう話するんですか、フランスに住んでて？友人とかなんかゲームの話とか政治とか、あとはまあ私 F1 とかツールドフランスが好きだったので、すごい、なんかそういうのとか話してたりしたんですけど、はい、あ、そうなんですね。そこら辺も日本来たら誰も F1 見ない。いや、そうですよね。ツールドフランスも何かされるみたいな。いや、本当ですよ。あの相当稀なんで、はい、絶対日本の中には好きな人いるんですけど、はい、なかなか見つけ出すの大変なんで。はい、そうです。あ、なるほど、そうだったんですね。でそのまま大学4年進むじゃないですか。はい、その間。留学とかはもう全くなしですか？あ、しなかったですね。日本に来たのがちょっと留学みたいな感じだったので、うん、まあそうですね、最初はもう本当に入学試験になんか400文字の小論文とか書くんですけど、やっぱり400文字書くのだけでも苦労して、入学してからレポート4000字みたいなのもその時も結構苦労したりしましたね。なんか日本語で書くのっていうのがあまりなかったので、難しい言い回しとか、はい、ちなみに何学部だったんですか？国際関係論を、はい、でその4年間の中に海外とか行きました？海外は、はい、旅行とあとは実習で国連に行くことがあって。そうなんですね。はい、あ、そっか、もともと国連になりたいと思ってたんですか？はい、国連職員になりたいということで、狙った大学も国連職員をしていた教授がいて、その教授の下で教わるっていう感じ、そのゼミを目指していて、私の行った、まあ、学科みたいなところに入ると必ず海外実習があるんですね。なので海外に行かないといけなくて、その中で国連実習っていうのがあって、実際に国連の本部に行っていろんな政府代表団とかにインタビューとかをして、なんかチームで組んでやるんですけど、はい、論文を書きつつ仮説を検証していくっていう感じですね、うんうん、インタビューをしながら。そんなつながりあるんですね。はい、すごっ。実際どうでした？国連のところに行ったんですよね。行きました。どっちに行ったんですか？あ、ニューヨークの方に行きました。はい、あの冬だったんでめちゃくちゃ寒かった。めっちゃ寒いですよねびっくりですなるほど。国連職員の方と目の当たりするじゃないですか。はい、まあ、もちろん学校の先生も国連職員 OB だとしても、はい、なんかちょっと違いますよね、はい、多分。あ、そうですね、OB と、はい、あの、まあ、元々そうだった人と、はい、今そう、はい、国連職員の人、実際会ってみてどうでした？自分の論文を書くのにちょっと集中してたんで、そこら辺はちょっとイメージなかったんですけど、でも基本的にこうやっぱりいろいろ話をして国連って動いてるんだっていうのが理解できて、なんかいろんな政府代表団だったり国連のいろんな機関とかの話を聞いたりして、こうこれまで国連ってすごい一つの、まあ、でかい機関ってい こう漠然としたイメージがあったんですけど、そこに行くことでこういう機関でこういう仕事があってとかっていうのが整理されたっていう感じがあって、もっと国連職員になるときにどういう仕事を国連でやりたいのっていうところに考えが深まったっていう感じですね、うんうん、そこら辺。なんかイメージで言うと国連っていうのが、まあ、UN っていう形で、はい、バッと名前として出てるけど、はい、その下に例えば FAO とかもあるし、はい、まあ、UNDP とか、まあ、他のいっぱいあるんだと、はい、でそういったところも知ることができたり。あ、そうですね、はい、でその後大学卒業するわけじゃないですか、はい、その後の選択はどういう選択されたんですか？それはもともと大学院に進学しようと思っていて、うん、横浜市立大学にいたんですけど、その4年から上がるときに早期履修制度みたいなのがあって、4年生のときに大学院1年もできるっていう感じで、1年早く、そういうことか、はい、
でそこでそれをまあ進めてたんですけど、同時に模擬国連というサークルをやっていて、そこの先輩が働いていた会社がインターン生を募集しているという形 でそこのインターンがまあコンサルの会社だったのでやってみたいということでインターンをやってて、まあ1年半ぐらいやってたんですかね、インターンを。で卒業するときにまあよかったらうちに働いてっていう感じでパワーをいただいて、そこで働き、やっぱなんか大学院よりもその時インターンやってて結構仕事が楽しかったので、なんかここにいた方が勉強できるんじゃないかっていうことで、はい、そっちに、はい、行ったっていう感じですね。なるほど。就活はちゃんと やってないです。あ、そうなんですね。ありがとうございます、はい。まあ、ここまでの動画では石井さんが海外に興味を持ったきっかけっていうところからどういう選択を大学も含めてしてきたかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、まあ、次の動画ではじゃあコンサル時代何してたのかっていう部分を含めてお伺いしたいなと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。